4枚の折り紙を使って折ります。まずは顔の部分から折っていきます。折り紙の色のついた面を内側にして、四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを開いて、 今ついた折り筋に今度は上を合わせて折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて今ついた折り筋に下を合わせて折ります これを開いて、今ついた折り筋に上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。これを開いて、この部分を上にして、 両側を持って一度開きます。そして閉じ直します。するとこのように三角形が立ちます。この三角形を真ん中から開いて潰して、このように正方形にします。赤い四角の部分の下を上に合わせて、このように三角に閉じます。そして、 この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って、開いて、折り筋に合わせてひし形に折っていきます。 これを裏返して、この部分の角を下に下ろします。そして横に倒します。この折り筋の角にこの角を合わせて、そして左側の先はこのように細く揃うようにこの位置で折ります。 これを裏返して、この部分紙を下に下ろした状態で、ちょっとずれたか。このように折ります。次に、この部分を、 下から1センチ幅で一度折ります。これを開いて、この内側の紙だけを1センチで折ります。そして、この部分を、この斜めの筋に合わせて、このように折ります。さらに90度回して、この部分の紙を 根元からめくりながら内側に折ります。先っぽが角に触れる位置で折ったらそれをさらに今度は外側に折り返します。こんな感じです。表にして 先っぽからこの位置まで下のひし形を折ります折ったらそれをすぐに上に数ミリ残して段折りします次にこの部分を小さく裏側に折ります そして、この部分を裏側に折るんですが、だいたい角から2.5センチぐらいのところで、このように折ります。そして、この部分の紙も、斜めに裏側に折ります。角に紙がこのように出るように、この位置で折ります。 これで顔の部分は完成です。次に鎧の戸坂の部分を折っていきます。折り紙を三角に半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。 上側も同じように横の線に合わせて折ります。左下も同じように横の線に合わせて折ります。左上も横の線に合わせて折ります。次に、この下の角を これも横線に合わせて上に折ります。これを裏返します。この状態で、この部分を大体2センチ幅ぐらいで、このように折ります。折ったら、 反対側の右側の部分は先っぽが真上に向くようにこのように折ります。これを裏返して次にこの先っぽの部分を裏側に回して角度を調整してこの位置で折ります。 右側はこの角を手前に小さく折ります。てっぺんのこの紙の交わる角も小さく裏側に折ります。これを1枚目の顔と組み合わせます。位置を決めて、 両面テープを使ってさかと貼り合わせますこれで頭の部分は完成です次に体と腕を折っていきます色のついた面を内側にして折り紙を四角に半分に折ります これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角を中心に向てて折ります。裏てして反対側も同じように折ります。これを上から開いてて このように正方形に折り替えます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って、開いて、 折り筋に合わせてひし形に折っていきます。うん、裏返して反対側も同じように折ります。 ここまで折ったらもう1枚の折り紙も同じようにこのひし形まで折っておきますこれで同じひし形が2枚できましたまずは片方を使って体の部分を折っていきます手前の1枚を下に下にろして これを横にします。そして裏返して、右上のこの先っぽ一枚を立てて、これを真ん中で広げて、真上に向けて、まっすぐ。この位置で潰します。 これを裏返して左の先っぽのだいたいこのまっすぐの位置から始めて上に向けて折りますこれをもう一度裏返して右下のこの先っぽを中心から この角に合わせるように下に折ります。そして左側のこの1枚は下からこのようにまっすぐよりも少し入った位置までめくって折ります。そしてその先 左下に向けてこのように折りますこれを裏返してこれで体の部分は完成です次に腕の部分を折っていきます手前の一枚を下に下ろしてこの部分を この横の筋に合わせて折り目をつけます。戻して反対側も横の筋に合わせて折り目をつけます。これを戻して両側から折り目に合わせて折るとこのように先っぽが立ちます。この先っぽを上から 1>, 1センチぐらい内側に折りますそして上に閉じますこの1枚をさらに上に閉じてこの部分をこの真ん中の筋に合わせて細く折ります下側もこの横の筋に合わせて細く折ります これを裏返してこの右上の部分の先っぽを立ててこれも真ん中から開いてこのように真上に潰します次にこの斜めの筋に合わせて 右側の紙を折りますそしてこの部分に合わせてさらに裏側に折りますそしてこの先っぽを手前から小さく右側にこのように折ります これで腕の部分も完成です。腕と体と頭が揃いましたこれらに色を塗っていきます頭のこの紙の切れ目の下側に横長な鋭い目を描きますその中心に 小さく黒目を描いて、その下に牙を描きます。兜の先に穴の部分を2箇所、これに色を塗ります。黄色いマーカーで目の中を塗って、オレンジで黒目を塗ります。 残りの部分は濃いグレーで塗りつぶしていきます甲冑の穴の部分もグレーで塗ります次に体の部分を描いていきますこの左下の突起の部分は左側の腕の部分です そしてこちらが体の部分になるので節の線を描きます。これに色を塗っていきます。黄色で体になる部分を塗りつぶして腕の剣の部分を赤で塗ります。 この部分も塗ってあとは青で背中側の部分を塗りつぶします次に腕を塗っていきますこの左腕の部分も赤と白のストライプの 剣になるので、その線を引きます。 これに色を塗っていきます。こちら側も赤で腕の剣を塗りつぶします。赤と白のストライプです。そして二の腕の部分は濃いグレーで塗りつぶします。 これで全てのパーツが塗り終えましたこの3つを組み合わせていきますと思ったら体の節の部分の線を引くのを忘れてましたとこれを組み合わせていきます両面テープを体の先に貼って これを頭と角度を合わせて貼り合わせます腕の上の方にも両面テープを貼って頭の 少し下と角度を揃えて貼り合わせますこれでシュバルゴの完成です。